5年ぶりぐらいに工業用の部屋移してる気がする。この辺作ってからずっと放置だったからな。黒曜石防具の耐久回復用に、生成黒曜石を作っておきたい。そしたら上に戻ろうか。モノポテなんか浮いてない？僕技術改革しちゃったんだよね。前回から今回までの間に一体何が？エレベーターと普通のブロックの縁にいるとね、こんな感じで下のブロックにめり込んでおくっていう。エレベーターの謎仕様見つけてしまったな。改めてどうも皆さんこんにちは。今回も凱旋門探し、今回はソロで探索するわ。いい加減見つけないとだもんな。3パート使っても進んでないからね。改めて説明すると、凱旋門はゲリラダンジョン、草原か森に生成されるダンジョン。前回ネザーで来た雪原から戦闘機で遠出するわ。草原と森が必要だが、今までそのバイオームは結構見たよな。まあ今回こそ見つかるでしょ。物欲センサーオフ、いざ不時着。8秒で壊れた戦闘機、まあ新しいの作ればいいし。鉄とエメラルドの無駄なことを自覚しろ。鉄とエメラルドぐらいそこら辺で奪えば OK。 同盟軍にゲリラ、素材なら大量にいるんだぜ。というかまた需要バイオーム。ここまで来るとありがたみがなくなってくるな。それで草原とか森自体はあるんだけど、凱旋門だけ全然ない。フランスを目指して3000里。凱旋門ってフランス限定のものじゃないらしいぞ。それは知らなかった。そうなんだ。調べたらフランスのが有名なだけで他にもあるみたいだぜ。OK、Google、近くの凱旋門。凱旋門って名前の店がヒットした。それで飛んでたら廃工場。草原なのに廃工場。まあ M200 にあるしいいだろ。前回ゲットしたやつはモグにあげたし、私分の M200 にも回収しておきたいから。お使い捨て戦闘機だったからセーフ。使い捨ての戦闘機とは？やっぱヘリの方が安全な気がしてきた。お前の雑な操縦の場合特にな。こんな操縦じゃトップガンの映画に出れない。いつまで経っても出れないからそこは心配いらないぞ。とりあえず鉄も回収しておこっと。鉄をダンジョンで回収しまくってるから、余計工業が空気になってる気はするな。工業が空気化するのはこのシリーズが初めてじゃないし、セーフ。このチャンネルの伝統芸みたいなとこある。いや本当に工業苦手だからマジで何すればいいかわからないんだぜ。ってことで M200 にゲット。雑談をバックに適当に流される MER8。 今後もっと強いパラサイトも出てくるみたいだし、 M200 にはマジで必需品。そしたら凱旋門探しに戻るか。この辺まだ森だしワンチャン凱旋門あってもおかしくないような気はするが。そして左に見えるダンジョンがただの野戦飛行場ね。余計な期待させようとするな。野戦飛行場は一番用ない。廃墟か凱旋門。できれば凱旋門。凱旋門がぬわーん。凱旋門一生分の凱旋門を聞いた気がする。というかまた野戦飛行場。しかも奥に雪原見えてるし、来て欲しくないものに連できたな。そして雪原に来てしまった。この世界マジで異様に雪原多くね。実はこの世界氷河期なのかもしれない。氷河世界にタイトル変えるか。ちょっともう面倒だし設定でダンジョン増やす。ダンジョン。そのセリフで世代がバレるよな。私は永遠の16歳。主に精神年齢がな。というか多分今までの動画でもうすでに大体の世代バレてる。まあそれは間違いない。それじゃ確率上げた。改めてダンジョン探し。ってことで草原で早速ダンジョン生成始まった。凱旋門。はい、廃墟。レールガンゲットできるからセーフ。レールガンも戦車とか壊すときはかなり強いし、これも全員分集めておいて損はない。めっちゃボスの目の前でガン待ちしてない？湧いたけど最初は無敵、だから撃たない。ダメージを受け始めたら早期決戦。一瞬でフェーズ2まで吹っ飛ばしたな。レールガンは1発の威力が高いから気持ちいい。どうしても相性はあるが、それでも十分だな。ってことで撃破、戦利品回収。半分以上ボス戦スキップしたな。これで2本目、どっちに渡そうかな。お、次は同盟軍の飛行場。鉄ブロックだけもらいに行こうかな。同盟軍にアイコール鉄ブロックだぜ。鉄はさっき、戦闘機が壊れちゃったから補充しないとだしね。壊れたじゃなく壊したの間違いだろ。本当に鉄はいくらあっても困らない。ありがとう同盟軍。ありがとうかっこ同盟軍をあげるとは言っていない。というか多分これ通信のなんかって設定だよね。それぶっ壊すのマジで鬼畜の所要だろ。ちなみに鉄ブロックもマインオール対応させた。鉄ブロック絶対回収する気満々だな。また今度鉄取りに来るね。ありがとう。二度と来るなって思われてそう。下に戦車いるし、低空飛行。今戦車が消えていったような。これで低空飛行しても OK だぜ。そしたらまたレールガン取って、LMG で超強引にゴリ押したな。これでレールガン3つ目、全員でレールガン使える。戦車とか一瞬で吹っ飛ばせそうだな。一瞬で消し積みにしてやるわよ。ボスとかも一瞬で倒せそうだけど、ボス戦の時はさすがに。うん。
この辺森と草原だし凱旋門がある気がする。まあ気のせいなんだけどな。野戦飛行場はマジで及びじゃない。ちなみに今2倍速で垂れ流し中。倍速してる時点で見つからなさそう。動画投稿は大事なシーンを倍速しないからね。そして次に見つかったのは鉄ブロック。鉄ブロックの化身、同盟軍飛行場。鉄はもらってく、あばようとっさーん。着陸方法今おかしかっただろ。そこから奥に進んだらまた読み込み開始。読み込みが遅い時は大型ダンジョン。大型ダンジョンは生成されたな。 M200 にも全員分あるしマジで用ない。これには用なしもびっくりして不なし。次はドルフロの森林基地なし。あーもうなし汁ブシャー。怒りのなし汁やめろ。大型ダンジョンはあるのに全然凱旋門ない。本当に凱旋門って生成されるの？ゲリラ RR の時生成されないダンジョン探してたよな。また読み込んだけど山岳っぽいし、しかもまた同盟軍基地だし。やったー鉄ブロックだわい。というか同盟軍飛行場異様に多くない？味方の基地だし多い分にはまあ。この辺で3つ目なんだけど、マジで鉄ブロックめっちゃ集まるな。鉄だけで見ればブラマイより効率いいでしょ。略奪型鉄集め。まあ鉄はありがたい、ありがたいんだけど、いい加減凱旋門見つけてもいい頃じゃない？またしても同盟軍飛行場発見。多すぎるとかそんなレベルじゃないんだけど、この辺り一帯に4つ同盟軍飛行場。鉄ブロック最高効率で集まってる気がする。鉄の2倍化とかもはや必要なかったかもな。同盟軍基地1つにつき鉄ブロックが81個、鉄換算で729個。マジでこの環境最強の鉄集めじゃないか？そして今の場所から離れた場所なんだけど、親の飛行場より見た飛行場。親が飛行場持ってるとか世界でも10人いないだろ。そしてさらにここから北に進んでいくと、もうなんかオチが見えてきた。皆さんお待ちかねの同盟軍飛行場。マジで生成率これだけ上げた？ダンジョン全部の生成率上げたはずなんだけど、さっきの場所からマジで離れてない。ただまた草原、今度こそ凱旋門が来る。というか右にまた雪原が、そして正面には同盟軍飛行場が見える。ガッガーグファガーガー。もういいや、確か設定いじれば同盟軍飛行場消せたはずだし消そうかな。あまりにもこれが多すぎる気がするもんな。一個前のところとこの距離だからね。マジでちょっと進んだだけなんだぜ。ってことで同盟軍飛行場を消した。消されたり鉄取られたり大変だな。これで今度こそ凱旋門が見つかるはず。かなり広めの森でダンジョン生成。これは勝てる。右の方向にライヒスタークが見えますね。まだ森はある。まだまだ参る。ってことで今の森をもっと探索。凱旋門来い。あばば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 ー。ご視聴のゆっくり霊夢は正常ではありません。凱旋門来い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 。ダンジョン生成来るぞユーマ。凱旋門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 。お前は誰だー？俺の中の俺。闇に隠れた。その姿見せろ。マジで凱旋門だけ一生出てこないな。凱旋門ってレアダンジョンだったりする？そこだけ異様に確率低い感は否めない。散々廃墟に待ち、廃工場は見てきてるのに、凱旋門だけ一個もないっていう。マジでレアダンジョンなのかもな。そしてそこの奥にさらに廃墟と砲台陣地。凱旋門からの嫌がらせを受けてる気がする。他のダンジョンだけこんだけあるのにな。凱旋門びっくりマーク増やしてゴリ押そうとするな。凱旋門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 で洗脳しようとしてる。そしてまた草原でダンジョン読み込み。お願いだから凱旋門来てください。凱旋門来い凱旋門こびゃー。精神状態大丈夫ですか？いやーと凱旋門見つかった。マジで合計何時間かかったんだ。確率上げたり、3人で手分けしたりしたから、下手したら12時間超えたかもね。確率上げてなかったらマジでそうなりそうだったな。それで上からダンジョン見たいんだけど、それをゲリラが許してくれなかった。そりゃゲリラは許してくれませんよ。疲れた。本当に疲れた。マジでこのダンジョン、次回吹っ飛ばしてやる。怒りのダンジョン爆破。それじゃ最後に上から様子見てみようか。建物がかなり密集してて、いろんな方向から撃たれそうだな。とりあえずここの攻略は次回。今回はもう疲れたから帰るわ。鉄ブロックは合計11スタック。鉄ブロックを大量にもらえたのが一番の成果ね。もらった。同盟軍からこの鉄はもらったもの。なんか明らかに記憶が改ざんされてる気が。そしたら凱旋門見つけたし、今回はここで終わり。次回は今のダンジョンを攻略する感じだな。それではご視聴ありがとうございました。